エミリン、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 チャンネルさあ始まるよ、イエーイ。すいません、こんにちは。今日も本編の前にちょっとご連絡があって申し訳ないんですけれども、こんにちは。サクッとお知らせだけさせてください。本日20時より12月22日の単独ライブのオンラインチケットが発売開始されます。わーい、やったー。ね、正直チケットね結構すぐ売り切れちゃって買えなかった方もいらっしゃるっていうお話は聞いてるんですけれども、本当に申し訳ございません。しかしオンラインでなら当日生でイベントの様子見ることができますので、ぜひこの機会にオンラインチケットをよろしくお願いします。イエイ。さらにですね、グッズも販売決定いたしました。当日現金のご用意だけよろしくお願いいたします。はい、業務連絡でした。それでは本編スタートです。いってらっしゃい。ピヨロロロロロロロ、パチパチー、キラキラのパチパチーですよ。エミリー、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 チャンネルさん、始まるよ。まんまーこんにちは、エミリーこと、おぱちエミです。よろしくお願いします。はい、今日はもうこんなに声がキンキンしているということは、どうやらエミリーチャンネルにはとてもいいことがあったみたいですね。後ろの背景を見てもらえるとなんとなくお察しいただけるかと思います。12月のクリスマスシーズンディズニーランド開放大企画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 、はい、となっております。というわけでですね、このコーナーではディズニーランドで私が欲しいものを欲しいだけ全て買ってくるという、ただ欲望を満たすだけの企画なんですけれども、今回もいろいろと購入してきたので。うん、何？話しかけてきたの？どうしたん？ちょっとね、かわいいの、かわいい、かわいいね、ドラちゃん。というわけで紹介していこうと思います。今回はね、11月下旬ぐらいに購入してオンラインで買ったやつなので、もしかしたらもう今は販売されてないものとか販売終了しちゃったものとかもあるかもしれないんですけれども、クリスマスをね、今年はこの家で一人で過ごす予定なので、お家が楽しくなるようなクリスマスグッズをメインで購入させていただきました。それでは早速見ていきましょう。ちっちゃいこの箱から、うわーい、超楽しみなんだけど。あ、今回も結構買ってる、すごいね、我ながらあんまりクリスマスじゃない方ですね、こっちは。まずお皿ですね。食器を買ったんですよ、最近出たシリーズなんですけど、これめっちゃ可愛いと思って、カレー皿にも使えるし、シチュー皿にも使えるし、オムライスとかにも使えるよねみたいな感じの木でできたお皿で、中にさりげなくプーさんがいるの、可愛い。あれ、私2皿買ったと思ったんだけど3皿買ってました。超可愛い。このプーさんのね、食器シリーズが可愛くて、ボールもいっちゃいました、可愛い。ちょっと丼にもなるし、ちょっとしたスープも入れれるし、サラダボールみたいな感じにもなるし、こういう感じでさりげなくプーさんがついてるところがすごく可愛いです。ディズニー開放大企画をするために言ってるんですけれども、日常の中にさりげなくディズニーを入れるっていうのが個人的にはすごい好きなので、ディズニー全面のものもあるんですが、食器とかはね、さりげないやつがすごい好きです。可愛い。これスープ皿みたいなやつも買いました。これもすごく可愛い。はい、こちら、めっちゃいい、おしゃれスープ皿みたいな、ちょっと厚みがあって、ビーフシチューとかオムライスとかも入れれそうだよね。今回ビーフシチューとかオムライスとかカレーとか入れれそうなやつ多いな。これは本当にパークとかでもこういうお皿で出してパークとかでも使ってるんじゃないかなっていう感じのお皿です。わかんないけど、これも2個かな。食器2個ずつ買っちゃうんだよな。わかんないけどさ、友達が来た時とかにさ、自分一人がディズニーで可愛い食器で食べててさ、友達普通のお皿とかだったらあれかなとか思って、一人暮らしなのに結構食器 2,3 枚ずつ買っちゃう傾向にある。調子いい時4枚買っちゃう。ディズニーの食器はすごい可愛いから、いつも必要以上に買っちゃう。これ何買ったんだったっけ。これ可愛いやつだ。新発売されてた中のコーナーにあったんですけれども、耐熱マグガラスです。可愛い。耐熱用なので熱いやつ飲めるんで、可愛いと思って買いました。シンデレラ城からひょこってひょっこりはみたいな感じで、ひょっこりはみたいに顔出してるこのミッキーがもう可愛すぎて即買いしました。次いきます、大きいやつ。こっちに多分クリスマス系がいっぱい入ってるはず、だってでかいもん箱。イエーイ、いいね、クリスマスって感じする。開けていく。とりあえずディズニーランドでお土産の袋が買えるので買いました。いろんなサイズのやつがセットになってるやつなんだけど、これで100円とかだったかな。結構ディズニーの袋便利なんですよ。ちょっと手土産持っていく時とかに定期的に買わせていただく。いきます。ガチャッと待って、初手から可愛すぎる。これトートバッグです。買ったトートバッグなんですけれども、大きさちょっと大きめで、トート界の中でもやや大きめのサイズ感ですね。こういう感じ、ちょっ
と大きいよね。柄が超可愛い。ミッキーが寝ちゃってて、それに対してプルートが風邪ひくよみたいな感じで引っ張って起こそうとしてるのかな。毛布かけてあげようとしてるのか。どっちだろうね。毛布かけてあげようとしてるけど、あーでも本がここに置いてあるからな。どうしようこれ。上手に毛布かけれるかなのやつです。まずこのミッキーの寝顔が可愛すぎる。赤ちゃんみたいな顔で寝てるじゃん。ディズニーランドとかではそんなキレキレでさ、ハーみたいな感じで踊ったりとかさ、グリーティングの時とかもキレキレでさ、ハーみたいな、おはようミッキーだよみたいな感じのミッキーなのにさ、寝顔こんなにさ、可愛い赤ちゃんみたいな寝顔してるんだと思ったら、プルートもこの顔になるよね。吠えまし すぎて、頬がなんか、緩む。こっからクリスマスのやつめっちゃある。ちょーっと待って。クリスマスめっちゃ楽しみになってきた、すでに。まず最初こちら。かわいいクリスマスツリー。超かわいくない？これだったらさ、お家にパッと置いといたらさ、管理も大変じゃないし、これだったら私も置けるかもと思って。鈴もリンリン言ってるね。ね、めっちゃクリスマスの音するじゃん。リルリンリンがついてて、プレゼントとかもすごいかわいくて。かわいいクリスマス始まっちゃうじゃん、もう。どうすんのっていう。これはもうおうちクリスマスで使わせていただきます。続きましてこちら。これお菓子なんだけど、リルリンリンのお菓子。マシュマロが入ってます。超かわいい。赤のリルリンリンと緑のリルリンリンがいます。パークにはクリスマスのシーズンだけ現れるリルリンリンという妖精がいるんですけれども、これがそのリルリンリンですね。え、これミッキーじゃないのって言われるんですけれども、これはリルリンリンです。ミッキーに似てますよね。とてもミッキーによく似ているんですけれども、これはミッキーではなくリルリンリンなので、皆様お間違いのなきようよろしくお願いいたします。次行きましょう。私ちっちゃい時の好きな遊びランキングトップ10の中に絶対入ってたのがこのアイロンビーズなんですけれども、ディズニーから出てたの。これ知ってる？みんなやった？ちっちゃい時ビーズみたいなのをチチチチチって乗せていって、アイロンでジューってやったらそれがくっついてマスコットみたいになるみたいな、ディズニーのやつを作れるようになってるらしい。素敵じゃない？昔のあの頃の気持ち思い出しちゃって買っちゃいました。一人クリスマス会の催し物としてやらせていただきます。これめっちゃ可愛いの。ココアなんだけども、マシュマロ付きココアで、ディズニーさんのお土産ってマジセンスあるよね。マシュマロ入れて楽しめるココアを販売するっていうさ、すごい素敵な案だよね。マシュマロが超可愛い。このミッキーの形したマシュマロ。可愛い！こんな感じで。パッケージからして超可愛い、ココア。可愛い。赤、白、緑っていう、色変えるだけでも手間だと思うんです、ディズニーさんきっと。でもやってくれるんですよね、ディズニーさん。ありがとうございます。いつもこうやってディズニーさんの遊び心と、包装紙とかちょっとでも変えようってしてくれる優しさで、コストとかかかると思うんですけど、やってくださるのですごい私はね、いつも嬉しい気持ちになってます。オリエンタルランドの皆さん、いつも本当にありがとうございます。次行きます。まだまだクリスマス系あります。これかわいい。これはチョコレートです。何？このミニーちゃんがハグしてて、ミッキーが、わーって、いきなりミニーちゃんハグしてくれてるけど、どうしたらいいかわからないよ。わー、みたいななんか変な顔してるミッキー。かわいい。なんでこんなにクリスマスのお菓子を買ってるかっていうと、クリスマスが来るまで飾っておきたいの。だから飾っといて可愛いお菓子を買いたいなと思って、こういう感じの可愛いデザインのお菓子を中心に今回購入させていただきましたということの並びが運びになっております。これハンドクリームなんです。3本入り。ラベンダーの香り、ラフランスの香り、ローズの香りってあって、めっちゃギフトに良くない？ハンドクリーム誰がもらっても嬉しいと思うし、ディズニーのハンドクリーム私もよく使うんですけど、普通にいいんですよ。いい香りだし、結構ちゃんとしっとりするし、物もいいと思うのですごくおすすめ。よく使わせてもらってます。ギフトにちょうどいいと思って自分へのギフトにしました。まだまだあります。こちら、かわいいリース。ミッキーの形のリースです。クリスマスさ、みんなさ、玄関にリース飾ってるじゃん。実家は飾ってたんだけど、一人暮らしでリース飾ったことないから、お家にリースかけてみたくて。超かわいい。これ玄関に絶対かける。超かわいくない？私人生で初めてのクリスマスリース、こんなにかわいいやつで、しかも音もいいね。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴るの鈴だ。今日は楽しいクリスマス、イエーイ。ジングルベル、ジングルベル、ジングル、ジングルベル、ジングルのベルが鳴り響く。クリスマスは楽しいんだ、私たちの記念日なの。七面鳥食べて、家族集って、イルミネーションも見てこうよ。ヘイでおなじみのジングルベルですね。歌詞一文字も知らなかったです。すいません。続きまして。これマジ可愛い。巾着3枚入り。真ん中のリルリンリン巾着可愛すぎん？これもうさ、私がポーチとか巾着とかさ、そういうさ、入れ物を持ち運ぶ布が好きってことを多分知って、ディズニーさ、毎回作ってるんですかってぐらい。
なんかため息出る。かわいすぎん？これキュッて縛ったら、リルリンリンの帽子みたいになる。やばーこ超かわいいじゃん。縦長のね、ちょっと変わった巾着なんだけど、ちょっとなんか入れるのにいいね。化粧品とかいいかも。アイライナーとかさ、常に縦に長いから、それ縦に長い系の化粧品とかパッとまとめるのもいいなと思うし、あと普通にお菓子入れにもいいよね。残り2個の巾着も超かわいい。もうずるいよ、そんなの好きになっちゃうよ私。リルリンリンはさ、私がリルリンリンのこと好きっていうのを多分知った上で行動してるっていう節がある。続きましてこちら、リルリンリンソックス。かわいい。左右で違います。赤リルリンリンと青リルリンリンがいます。でもかわいい。12月毎日履きます。洗わずに。これもう12月は今履きたい靴下だからもう履き倒す。クリスマス系はこれでラストかな。最後こちらのクリスマスのタオルです。これも本当にね、日常にね取り入れれるので、風呂上がった後のタオルはこれにしようと思います。かわいい。このタオルを使って頭を拭きたいから今日はお風呂に入ることにしましょう。素敵ね、かわいい。なんでいちいちこんなに可愛くて素敵なんだろうね。リルリンリンなんかいろんな方向向いてるね。どの方面から見ても私可愛いんですみたいな感じで、リルリンリンは自分の可愛さも分かってるなってすごい思うので、尊いです。とても尊いです。ありがとうリルリンリン。クリスマスは以上かな。こっからは私が欲しくて買った系グッズです。主にパークで使いたいものとかが多い気がする。まずこちら、マリーちゃんのキャップ。キャップっていうの、かぶり物、清掃ですね。これからのさ、寒い時期にめっちゃいいなと思うんですけれども、あったかいふわふわのマリーちゃんの被り物なんです。こういう感じで、よいしょ、はい、めっちゃいい。マリーちゃんになれます。超良い。これ被っているタイミングでマリーちゃんとかに会えて、マリーちゃんと一緒に写真撮れたらめっちゃ嬉しいよね。わかる。これね、被り物というよりはブランケットなんですけれども、パレードの時とかさ、結構長い時間待つからさ、そういう時に被れるブランケットみたいな感じで、こうで、あ、なるほど、こうで、こことかに手とか入れ、あ、なるほどね、手入れれるんだ。めっちゃいいじゃん。パレードとかショーとか待ってる時とかもこれで振る舞って待ってると、寒さがだいぶ軽減されるなと思って買ったんですけれども、でしかも清掃もできるでしょ、これで。超良くない？この姿で自蔵している一人ぼっちの女がいたら私なのかもしれませんね。次行きます。パークにつけていきたい系がここから一気になるんですけれども、キャラクターとグリーティングだった時とかに、そのキャラクターにまつわるものとかをつけてるとレスがもらえたりとか、早く一緒に写真撮ってもらえたりとかすることがあるんですよ。そういう時のためにこれ持っとこうと思ったんですけれども、まずラプンツェル系の方とのグリーティングの時にパスカルをね、こういう感じで留めとけれるので、服に挟んだら肩にパスカルを乗せて歩けるってやつなんですけれども、前にこれつけてる方にすごいラプンツェルがパスカルみたいな感じで、あ、早くどこにいたの、探してたのよみたいな感じでゲストさんに絡んでるのを見て、羨ましいと思って、私にもパスカルがいたらと思って、気づけばパスカルを購入してました。パーク行く時つけていきます。でそのシリーズなんですけれども、アリスがね出てくるんだけど、その時とかもアリス系のグッズを身につけてる人がいたら、めっちゃアリスがわーみたいな感じで絡んでくれるの。肩に乗せれるちしゃ猫です。かわいい。で最後、どんだけ買うねんって感じなんですけれども、ピーターパンとかブック船長とかもよく遊びに来るので、そういう時に構ってもらうためにワニです。チックタックチックタックのワニですね。これは巻きつけれる型なので、腕とかに巻きつけることもできるし、こんな感じでよいしょ、できるよね、できるはず、はい、え、できるよね。私腕太い？違う？タオルとか手首に巻いたりとか、ショルダーバッグにこれを巻いて、そのままカバン背負ったら、そのまま肩に塗るようになってるらしいです。あ、いけるわ、いけるわ。はい。こうですね。レッスンをもらうために購入させていただきました。以上です。ミッキー手袋！これマジかわいい！これつけちゃうとスマホ触れないっていうのはちょっと懸念点ではあるんですけれども、絶対あったかいよ、これ。ほら、手が冷えてきたっていう時とかにもうこれをつけて、いいね、鍋つかみにもなりそう。かわいい！これもかわいいの。これすごいシンプルなんだけど、プーさんの巾着、ぬいぐるみ素材みたいなモコモコになってて、これも最近の新発売商品の中にいましたね。かわいいプーさん。一瞬回ってこういうすごくシンプルなものにすごい惹かれたりとかもしますよね。結局かわいいんですよ、ごちゃごちゃしてなくて。あとは、お家で使いたい系ですね。これすごく気になるんですけど、こちらなんですけれども、入浴剤って書いてあったの。でも中身の詳細が全然分かんなくて、ちょっと気になるから買ったっていうのもあるんだけど、ここに切り取り線みたいなのがあるから、ここから開けていったら入浴剤が入ってるんだと思う。開けてみるね。開封、パカッ。え、かわいい。なるほどなるほど、開けていったら入浴剤の柄見えるぜ的なことなんだ。ここの扉を開けると、かわいいドナルド。ここを開けると、誰がいるの次は。あ、ちょっと破れちゃった、最悪。アリス、かわいい。アリスがいて、ここの扉を開けると、ミニーちゃんがいる。かわいい。
い。よくできた入浴剤ですね。これ子供さんとかもすごい喜ぶかも。ディズニーランドの入浴剤とか絶対みんな嬉しいからさ、お土産にもいいよね。ディズニーさんのお土産はね、センスがある。あとこれ結構私の家で活用しているバスケット、わかる通りうちはこういう感じですごい物も増えていくし、小物系とかも多いので、こういうバスケットにとりあえず入れといてまとめるってことが多いんですけれども、それに使えそうな可愛いバスケットだったので、サイズ感もちょうど良くて、リビングにこれ置いてあっても不自然じゃないし可愛いなと思って買いました。カゴって使いやすいよね。あと3つが収納なんだけど、これいいよね。収納グッズの1、ベイマックス収納。あ、なるほど。あ、おーおーおー、なるほど、結構入るね。こんな感じでこういう形の収納なので丸くなるのか。なるほどね。あ、いいかも。夏のエアリズムとかちょっとした下着系とかをまとめて保存しておくとかにもいいなと思うし、買い置き用に買ったものとかを上手にまとめておいてもいいなと思います。これはもうめっちゃ可愛いと思って、全く同じ大きさのプーさんバージョンもあったの。プーさんとベイマックスを重ねて収納できたらいいなと思い、可愛い。これだったらさ、収納っぽくないから日常の中にあってもなんか収納してる感はあんまないね。あ、可愛い。プーさんも可愛い。大きさこんな感じ。こういう感じでさ重ねちゃったらさ、普通普通に可愛いじゃん。収納の一つにしようと思います。可愛い。ごめんね、可愛い可愛いばっかり言って取り憑かれたように。あ、これ紹介するの忘れてた。今年はパークが40周年ということで、願いを叶えるガーランドが売ってるんですけれども、クリスマス限定のガーランドも売ってるんですよ。これはもう絶対この願いを叶えるために買いたいなと思って買いました。これもつけてパーク行きたいな。これめっちゃいいから見てほしい。メッセージカード入れがついたメッセージカードで、ちっちゃいショッピングバッグみたいになってるんだけど、これにメッセージカードが入れれるようになってるの。これ素敵ちゃう？ちょっとしたクリスマスプレゼント送る時とかにさ、中にこれ入れといたらさ、喜んでもらえそうだよね。お世話になってる方とかね、仲いいお仕事の方とかからもらえることたまにあるので、お返しとか自分であげたいなと思う人とかにもあげようと思います。次行きます。コームとミラーです。かわいい。シュージとアキラみたいに。コームとミラー、これも柄がかわいいね。これも最近発売された柄なんだけれども、これぞディズニーみたいな、夢と希望に溢れてます、ハッピーな柄ですみたいな感じですごくかわいいです。サイズ感もちょうどいいなーっていう感じで、持ち歩きにサイズ感、重さ、軽さ、デザイン全ていいなっていう感じなので購入しました。かわいい。最後がね、これすごいいいの。リビングで使える収納的なやつなんだけど、とりあえずまずビジュがとてもかわいいです。こんな感じでね、ここが箱ティッシュを横に入れれるようになってて、ここから箱ティッシュシュッシュって取れるじゃん。で、かつここに仕切りがあって、こういう感じでリモコンなのか爪切りなのか、ちょっとリビングで使うようなものを入れといて置いといたら、お持ち運びもできるし、撮影の時とか撮影セットとかをさ、リビングに作っといて、ティッシュと最低限の化粧直しする道具とか入れといて、一度も使えるように家の中で移動させることもできるし、で、柄も可愛いんだよ。こんなに超良くない？今までありそうでなかったアイテムだなと思うので、これすごくいいなと思いました。ありがとうございます、ディズニーさん。いろんなものを年々生み出してくださり本当感謝、ありがとうございます。で、ラスト、私結構このシリーズ買っちゃうんですけれども、こんな感じで組み立てて使える収納グッズです。かわいい。私はこういう収納グッズに収集してるグッズとかを入れておいたりとかすることが多いですね。ぬいぐるみ系とかぬいぐるみバッジとか、コレクションとして持っときたいっていうものとかも多いので、そういうものとかはこのかわいい収納に入れて、しかもこれいいのが透けてるからちょっと見えるんですよ、中身が。だからさ、かわいいぬいぐるみとかをここに入れたりとか、もうカチューシャとかもいいかな、かわいい収納にしようかなと思ってます。かわいい、柄がとても可愛いです。そんな感じです。これで全部ですね、皆さん気になる総額なんですけれども、発表いたします。ででん、79,000円です。あー、ありがとうございました。というわけで、ご清聴ありがとうございました。私はこれからもディズニーラブですし、明日も明後日も行けることなら、ディズニーに行きたいですし、クリスマスシーズンもまだあと何回も何回も行こうと思ってるので、お見かけした際はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。